もう、入りたいって煙突の中って、あれ、紫アーマーとかが、エピック以上のティアナアイテムが1個落ちてるっていう確定のあれがあって、マップの左上の、紫以上のアーマーが確定で出るっていう、そういう類の確定ポイントなんで、エピック以上が。運がいいと紫アーマーとやったら強いウィングマンが落ちてるっていう。そうだったんだ。うん、やべえ。あの煙突というか、あのパラボラっぽい、うんはいはい、あそこの部屋の中は、うん、あのアーマー青以上のアーマーか、あの紫以上のアタッチメントが確定で落ちてるんです。時の流れは早いというが、俺も負けてねえぞ。ただ運が悪いと、あのアタッチメント紫でアーマーは白で武器何も落ちてないとかいう悲劇が発生したりするんですけど、よく俺それでそれでしくなんかね、辛い目にあってたから。火力発電所かな。キャピトルと列車庫どれだけ降りるかな。ここに着地しよう。センターとキャピトルめっちゃいっぱいいますね。列車庫も3発、うん、じゃあ火力大丈夫だな。準備して。本当にヤンパ横にいる。で、ちょっと後ろ、ちょっと遠くにもういっぱいいる。あー、でもあの流れは3いってんな。え、ホットゾーン今回多い？散歩狙ってんの？ホットゾーン無理に狙う必要ないんだけどね。列車止まってんじゃん。あ、いいね。手前の方、決まってんじゃん。いるわ。あ、マジで、またいるか。次のリングは列車のところにいるわ。わあ。でもいいぞ、ジップライン使って飛んできな。俺エヴァ8持ってっから。ほら、GPS 最強のショットガンだぞ。ほら、おいで、来ていいよ。来たいんだったら来な。エネルギーはもうばっかりやるのじゃん。あ、ここにハボックあるから、俺のいるところ来ないね。来ないね。ここにハボックがある。ハボックだらけや。ハボック待ってんのじゃん。レベル2よ。ハボックやん。さっき打ち合いをしてらっしゃいました。レベル4よ。キンスタビル。おお。キンスタビル。あれフラウラーだからいらねえわ。今持ってんの。マジで持っておかした。じゃあストックを持っておこう。新しいキルリーダーが確定しました。あ、スナイパーがいる。あ、もしかしたらあたりにスナイパーがいるかもしれない。見られたらしい。マジか。あの国が喋った、うん、狙わなかったね、どうやら。狙わなかった、うん、多分撃たなかったね。一瞬視界に撃つ、うん、一瞬視界に撃っただけだと思う、うん。なんか山ほど違う、部屋の中にいるわけねえだろ、俺しかいねえんだから。スコープもらう。これは欲しい。2つあるからどうぞ。イエーイ。あとヘルメットまだねえな、これ。あー、ちょっと遠いな。残り1点か。あっち屋さんのきついかな。あ、いや、カーゴボット君、今回はちゃんと撃ち落とされてくれるか。レベル3か。これは欲しい。リングは遠い。残り45秒。あ、こっちの方いますな。よいしょ。あ、出て。アンビロレシーバーかよ。いらね。こっちの方います。いる。了解よ。いるね。合流しまーす。トンネルを通るのよ。待ってくれ。回復中だ。新しいキルリーダーが生まれました。新しいキルリーダーだ。気をつけてください。あ、R19 何あるんだって、こっちに変えよう。あ、じゃあ今こそ。よいしょ。
今こそこれを渡すときだ。間違えた。はい。あ、ドローンいる。あ、チキンにドローン出しておられるのに。近づいた。来た。あいつチャラいか。いって。トリプルテックチャージライフだわ。あー回避したいな今は。来たな、近づいてきたわ。シュラさん、こんちばてなのじゃ。ずいぶん自信が終わりに詰めてきたよな。詰めておるのかな、うん、逃げた。リング来てるからね。パンチ来てるからね。どうします？リングはいいや。行かないとダメだな。トンネルを開けるわ。アンチが微妙だよな、これ、また。うっ、ここいつもビビる。怖いよのなんかない？信じとかないかな。なさそう。やばい、回復アイテム持ってねえ俺。マチキも回復アイテム持ってないんだよな。抜けれるかな。駐車機を発見。えい、いただき近くに乗っていくか。はい、どうしたきっと落とした。回復がいる。次のリングまで距離がある。なんでこんなにリングに嫌われるの？あなんでじゃ？なんでリングはいつも遠いのじゃ？近くにいるわ。足音聞こえる。マジで。ヒールドローン来てた。あー間に合った。ほら。必要ならヘルスドローンを使いな。目を増やすとするか。敵がいました。紫。戻ったぞ。ドローンからログオフしてんな。俺のドローンが壊された。うん、バレちゃいましたの。どっから撃たれた？こっちの方。あ、いた。ジップラインになってタワーの上行った。行ったね。ということで、君たちには地獄を味わっていただきます。トンネルを通るのよ。リングが動き出す。まだ距離があるわ。すぐ入るよ。はい、了解しましたので。残り45秒。さあ。頼まれてちょうだい。逃げてみな。リングまであと少し。音聞こえてる割には攻撃してこないぞ。だって新しいキルリーダーよ。気をつけて。しょうがないね。テルミットグレネードを投げる。テルミットグレネード行くぞ。この空から覗いて。ウィーない。いない？残り10秒。リングは近い。ドローンから切断。いつでも動く。
まあ、モルトフ誰も引っかかってない時点でいなさそうだなとは思ってたけど、お前こと避けられてる可能性あるからね。移動しただけですね、っていうことは。キャプチャル超えないといけないのか。あー、めんどくせえな、これは。ちょうど目の前に戦ってるもんな。キャピトルの比較的安全なところから行きたい。これは本当にここで岩陰使いながら外周に沿って行って展望のあたりに移動するのも強い、うん、けど強いの分かってから構えてるやつがいるかもっていう。あー、ライフラインパッケージ、ね、こっちだな。守りましたの。よいしょ。あと 4% 3ポータル開くわ。はい。ポータルを設置する。はい、どうぞ。ありがとうございます。クリプトの入ってポータル入った時のあのポケットに手突っ込みながら超高速移動してるその姿よ。どっかの格闘ゲームとかにもいそうじゃん。もうパッケージ裏に落とします。ライフラインパッケージ要請中。ラウンド3リングのカウントダウンが始動。あー、まあまあ近い近い、いいわ。まだ近い方じゃの。回復がないね。なんか落とせるかな。俺も回復ないからな。金、あ、紫ボディシールドを発見。セル、シールドセルを発見。もうセル中にあるから OK。 まあ別に回復あったら安心ってだけで、グレーとか投げられた時に別にあのアーマーちゃんと使って角使って戦うんだったらシリンジなんかいらねえっていうのが普通なんだけど、こういう時になってくるだね。俺は下手っぴだからヘルスに対あの攻撃受けまくるので。うわ、チャラオがいる。チャラオ死なねえかな。チャージライフルを持った横さ、邪魔、横刺したいんだけどな、チャーライ持ってるやつは。拡張ヘビーマガジンを発見。レベル2よ。いただこう。エネアマはもう十分かな。ライトアモ、ライトアモを発見。残り1分、リングは遠くない。あ、上の方を登った方が良いのかな。もう去った後かな。残り45秒、あそこはリングは近い。どうだろう。ルト促進剤がもうないから。多分開幕、開幕降りたんだと思う。うん、開幕降りたんだったらいないということを信じるのもあり、賭けに出るなら。でもまだ4部隊だからね、あと。うん、アンチ切りで待ってた方がいいかもしれない。ただここちょっと、ここちょっと厳しいんだよな。エピセンターから丸見えだ。で、そこの方行こう。セーリングの方行こう。はい、もう、打ち合ってるから普通に走れるだろうし、ポータルは最後の最後に取っておこう。うん、ベターだと思う。取っておきたい、取っておき、なんだ。なんもねえわ。まあ、そりゃそうだわな。上取りましょう、上で。よし。どこか、これでチョコなんてありまくるの、ちょっと行こうな。エネルギーアーマーだけ残ってる。さすがの雰囲気なのじゃん。ん？あ、ナチュラルか、今のは。ケアパケナチュラル、あれです。いやなんか微妙な位置だな。全員戦いづらいって感じの位置。うん。終盤だから、あれクレーバー入ってたらちょっと怖いな。あっちの方がいいね。
オッケー。あの建物行こう。ちょっと見てきますのじゃん。うん、エピセンターの方見てくれるといいかも。うん。実機の方が、はい。弾道見えるんで、間違いなくいるの、間違いなくいるのは分かるんで。うん、この中には1階にはいなかった。足音もしなかった。2階にいないはずなんだけど。うん。いやこっちの方じゃの。こっちの方に。残る部隊は2つ。行っておりますよ。はぐれちゃった。ほんで、これ開いて、うん。いた。この中にいた。63ガンガロール。これからも回収します。63じゃな、打ち合ってんのか。打ち合ってるんだったら一回止まったな。元気打ってる。四角に入った。トリプルテイクの音がどこから聞こえてんだ。あのまっすぐにいるんだけど、どこで隠れて打ってる。クリップに任せるしかないんだ。今のところは、うん、どこの本かな。あー、いたわ。まだいるわ。いるのか、打ち合ってるのか。ちょっとずつ詰めていってもいいけど、どうせリングだから。そうそうそう、あそこの岩壁に移動したい、うん、どうせ待ち伏せるんだったら。トップ3だから、ね、回収しますの。いつでも動ける。あの、来た来た来た、回収回収回収。いいね。準備量ちょっと欲しいからの。詰めまーす。はい、行きましょう。詰め、はい、了解しましたのじゃん。弾というか、ま、銃はそうでもないけど、アーマーが強いから。いる、来た、来たいね。うん。2チームで戦い合ってるから。いるね。狙われたね。いる。近い。近い。うん、今見られてる。見られたね。はぁ。全部建物外れたね。外れたね。誰かが俺のドローンを破壊した。壊したね。あそこだけかろうじて。うん。あ、違う。こっちか。このブルドーザーだけかろうじて入ってる。トレーラーか。きついね。トレーラー。中に入るんじゃなくて壁として使った方が強いから。うん。残り1分、リングは近い。いかに動かずに。ここからどう動きましょうかの。一番リングに近いのは多分俺たちだから。そう、かなり優位なポジションにいると思う。で、さっき戦いやってた2チームは、必ず、こっちまで来ないといけないから。すべてを見通してみせる。見つかった。あっち。ここか。打撃開始。シールドをリチャージ中。俺のドローンが壊された。いや、引っ越う。ブルドーザーの裏。オッケー。これらの裏、こっち行く。違う。そっちじゃね、なんか、ピンがおかしい。はい。あー、いるいるいる。ちょっと待ってね。ポータル奥は。上打ち合ってんな。打ち合い始めたんだったら詰めてもいい。リング使用してくれたら楽しいんだけど。他別に狙われてんのにこっち狙ってくるか。うん、なかなかやるね。あっちあっち。あっちレイス。あっちだ。うん。痛い。すごい痛いね。取られたな。あと一部隊。近い。あ、終わっちゃった。リング機だ。うわあ。終わった。リング機。
たまにエーペックスのカウントなりました。生き残った方が勝ちの方じゃん。というか、マジかよ。うわ、なんだこの舞台は。なんだこの舞台、俺しか攻撃してないじゃないか。戦わずチャンピオンか。しかも俺のダメージ、あれだからな、紫アーマーに33ダメ当てただけだからな。